してすぐの試合になったんですけども、試合今日振り返っていかがでしたか？まあ、とりあえず最初の出た試合で、チーム勝てて本当に良かったなと。試合に出て勝つのってやっぱこんな嬉しいんだなと思います。まあ、ただ自分自身はセンターバックなので、途中で交代して前の頑張っている選手たちに迷惑してしまって、まあ、一刻も早くもっとコンディション上げて、しっかりと90分戦えるようにしたいなと思います。すいません。試合の中で相手陣のかなり攻め込まれる時間帯もあったんですけど、そこなんか声かけとか、なんかどんな、まあ、コンビネーションのとことかでもちろん、いきなりうまくいくこともないと思いますし、まあ、そういう時間帯がどちらにしろ、あることも理解したので、まあ、そこはもうじれずに本当に我慢して、やろうという声はかかったと思います。次1週間後試合に向けてどういったことを取り組んでいこうと、まあ、コンビネーションのところと、ね、まあ、連携とかそういうところをもっともっと練習の中で喋って高めて、まあ、チームとしての完成度もどんどん上げていきたいと思うし、まあ、その中で結果もついていけるようにしっかりと勝負にもこだわって、そういうメンタリティーも作りながら、自分自身も成長していきたいなと思います。最後、ファンサポーターに向けて一言ご挨拶も含めてお願いします。もう本当にホームに戻るまで、もう一回勝って、自分自身もホームに戻るときにはもうちょっとたくましい姿で皆さんの前に立てるように、ね、頑張りたいと思いますので、新参者ですが応援よろしくお願いします。